皆さん接続してますか？賤ヶ岳の戦いに関する一考察、解説補佐の本命龍です。皆さん50キロ5時間で歩いてますか？解説の伊賀よい咲夜です。ということで今回はみんな大好き賤ヶ岳の戦い完結編です。あれ、なぜ咲夜さんが解説で、フラン様はどうしたんですか？妹様は今回ご出演の予定がありますので、解説は私が務めさせていただくことになりました。あ、なるほど。確かに今回うってつけの役がありますね、そういえば。なので今回はこの二人での解説になりますのでよろしくお付き合いください。ということで早速ですがここから説明です。まずは前回のおさらいですが、賤ヶ岳の戦いの直前、前回ご説明した清洲会議の直後の状況についてです。まあこれはこの図の通りですね。その通り、詳しくは前回動画で説明してますから今回からご覧になった方はそちらをご覧いただくとして、忙しい人のために簡単に説明すると、赤字で名前が表示されている人物は橋場秀吉側、青字の人物は柴田勝家側、白字は中立だと思っていただければ大体合ってます。あと、時期的には大体1582年の7月頃だと思ってください。この戦いは織田信長、信忠親子が本能寺の変で亡くなった後、織田家の家督相続をめぐって発生しています。ただし、単純な相続争いではありません。家督相続権を持つ織田家の人間だけではなく、その家臣もこの争いに加わっています。っていうかこの場合この家臣の力が織田家の人間よりも圧倒的に強いため、実質的には家臣同士の争いになっています。この辺りは本能寺の変で信長信忠親子が同時に亡くなったのが悔やまれるところですね。次男の信勝はアホの子で三男の信孝はそれなりでしたが信長には遠く及ばない上、山崎の戦いでは事実上橋場秀吉の指揮下に入るなど、この状況で織田家を相続できるほどの器量は持ち合わせていませんでした。なので前織田家当主である信忠さんの息子の秀信が織田家を相続した。そしてその秀信の叔父である信勝、信孝両人はその後見人。そして織田家の重臣である橋場秀吉、柴田勝家、三輪長秀、池田恒興の4人がそれを補佐する。というのが前回ご説明した清洲会議の決定事項ということになります。まあ今の決定事項だけを聞くとうまくまとまったようでもありますが、しかしこの会議の参加者の誰一人としてこの決定事項を遵守するつもりはなく、会議終了直後から全力で芝木愛を始めています。これ我々はこの後の展開を知っているので当たり前のことのように見えるかもしれませんが、しかし冷静に考えるととんでもないというか結構ひどい話なんですよね。この戦いに参加した橋場秀吉も柴田勝家も、ほんの一月前は織田家の家臣だったんですよ。っていうかこの賤ヶ岳の戦い当時も織田家の家臣なんですけどね。それが本能寺の変で織田家が弱体化した途端、主君を無視して死闘を始めたわけです。まあどう考えても主君に対して忠実とは言えないでしょうね。織田家からすれば、総領者と二代目が同時に亡くなるという超緊急事態です。織田家中及び家臣団が一致団結して織田家を立て直さないといけない時なのに、その家臣団が織田家そっちのけで相争っているわけですから。まあ織田家の後見人である信勝さんと信孝さんも全力で参加してますから。っていうか表向きはこの二人の戦いなんですよね。賤ヶ岳の戦いは、その二人にそれぞれ家臣団の片割れが味方しているという体で起こった戦いです。ただし、家臣団の力が圧倒的に上なので実質的には家臣団同士の戦いになっていますが、つまり、どういうことだってばよ。織田信勝と信孝が全部悪い。あ、はい。まあでも確かにそもそもこの二人が仲違いしていなければ、清洲会議自体が開催されていなかったでしょうからね。例えばですが、この時に織田家筆頭である信勝さんがリーダーシップを発揮して弟の信孝さんはそれに従い、その上で織田家の当主を決めていれば、橋場秀吉だろうが柴田勝家だろうが付け入る余地はなかったはずです。そうやって織田家の意識が統一されていれば、当主が誰でも問題なかったでしょう。そういうことです。例えば史実通り、まだ幼児の織田秀信が当主であっても、その叔父二人が協力して補佐していればこのような状況にはならなかったでしょう。このあたりは毛利家が実践してますからね。詳しく説明すると長くなるので省きますが、画面左であっち向いてる毛利輝元は似たような状況で叔父に補佐されて毛利家を運営しています。幼少期に当主である毛利高元が亡くなって元服前に当主になったんですよね。しかし、毛利家一丸となったサポートにより無事家督相続を完了しましたって話です。まあ毛利家の場合は創業者の毛利元成が健在でしたし、本能寺の時に宅領内が北斗の拳状態になったわけでもないから、この時の織田家よりはかなりイージーではあったんですけどね。いやでもだったらハードモードの織田家はもっと頑張らないとダメだったはずなんですがそれは。まあそのあたりは織田信勝と信孝が吉川元春と小早川隆景両人よりも劣っていたというのと、あとは前回明倫が説明していた通り、信勝信孝の屈折した兄弟関係が災いしたということでしょうね。これ本当に織田家にとっては気の毒という格好という他ない状況です。ということで織田家は信勝信孝兄弟で二つに割れ、それぞれに信勝信孝よりもはるかに有能有力な家臣団が味方するという形で、賤ヶ岳の戦いは始まりました。この戦いに決着がつくのはもう少し後になりますが、この時点で織田家の命運はほぼ尽きていたと言っていいでしょう。まあこの状況でどちらが勝っても、その勝った方に味方した家臣、つまり橋場秀吉か柴田勝家どちらかの勢力はますます大きくなりますからね。秀吉は最初から織田家を滅ぼす気満々ですし実際この後そうなりますが、仮にこの戦いで柴田勝家が勝ったとし
しても、その後の織田家のパワーバランスは家臣団に大きく傾きます。柴田勝家兵の大幅稼増は必至でしょうからね。そうして大きくなりすぎた柴田勝家を織田信孝が制御できたかどうか。まあ架空戦記の話はこれぐらいにして。ということで、本能寺の変が発生したのが1582年の6月21日。山崎の戦いがその11日後の7月2日。清須会議はそのさらに2週間後の7月16日と。本能寺の変から一月も経たないうちに織田家中で大戦役が起ころうとしていました。これが賤ヶ岳の戦いなわけですが、ここからはその経緯について詳しくご説明していきましょう。ではここで一旦広告です。ということで両陣営最初からやる気満々で清須会議は終了したわけですが、しかしこれも前回明倫が説明した通り、最初は外交による戦い、いわゆる調略合戦が繰り広げられました。その結果、この戦略マップの外縁部に位置する毛利と長宗我部は中立。上杉は一応のところ橋場方に味方していますがあまりやる気はなく、この戦役に大きな影響は与えられませんでした。一方で紀伊の西賀衆は柴田方について南から活発に橋場陣営を攻撃しますが、しかしこれも結果としては大きな影響はありません。こんな感じに両陣営の正面衝突はなく外交戦が繰り広げられていた中、これも前回ご説明した通り、織田信長の葬儀が橋場秀吉によって行われました。これが清須会議の3ヶ月ほど後の10月15日です。これはある意味外交戦の一つの結果でしょうね。本来なら柴田方の織田信孝がやるべきでしょう。何しろ現当主の織田秀信は彼と一緒に岐阜にいたわけですからね。しかしなぜか信孝さんはそこに至るまで葬儀を行えず、これで織田家の筆頭が誰なのかが内外に示されました。これも前回ご説明の通り、織田信勝さんが妨害したという説もあります。あの世に優れた弟がそんなにね、うっせえお前信長の野望最新作で気楽30しかねえくせに何言ってんだよこのアホが。みたいな感じではなかったと思いますが、止まれ、両勢力が紛争状態に入っていたことは明らかだったようです。そしてこの葬儀の翌日、10月16日には柴田勝家から堀秀政に対して秀吉を非難する覚書を送付。お前清須では執権として織田家に忠誠を尽くすとか言っときながら何やってんだよ。織田家の当主差し置いて葬儀やるとか家臣のやることじゃねえぞ。それになんか勝手に領地配ったり城作ったりしてるそうじゃねえか。もしかして謀反ってこと、謀反はいけないなぁとお父さんは思いました。みたいな感じに。この段階で両者の対立はさらに深刻になりましたが、しかしまだ武力衝突は発生していません。いや絶対こんな感じではなかったでしょ。そしてそのさら20日ほど後の10月28日、橋場秀吉、丹羽長秀、池田恒興の3人は清須会議での合意事項を破棄し、織田信勝を当主として擁立し主従関係を結んています。あの世に優れた弟まだ存在しね。むちゃしよんな。とまあこんな感じに両陣営というか主に秀吉サイドがやりたい放題やってます。まあ勝家サイドも当主の信秀を岐阜から安土に戻すっていう約束を保護にしてたし多少はね。こうして武力こそ使われてはいませんが、両者の対立構造はより明確かつ鮮明となっていきました。しかしなんかこの辺りは戦闘が始まる前のウクライナみたいですね。そうですね。ウクライナもそうですが、戦争というものはいつ始まったのかが明確でない場合が少なからずあります。小規模な戦闘であれば1日で終わりますが、この戦役のように大規模なものになると、その中には大小複数の戦闘が含まれますし、今回のように両者が抗争状態にあるのは明確でありながら、武力衝突に先立って外交戦が長期間行われることも少なくありません。その上で明確な宣戦布告も行われずに戦闘が始まったりもしますから、何月何日のどういった事象をもって戦役の開始日とするかが明確化しにくいんです。しかしこの時点で両者が戦争状態に限りなく近い関係であったことは明確であり、この状況を憂慮した柴田勝家から秀吉に対しては僕の使者が送られることとなりました。これが詳細な日付はわかりませんでしたが、翌月の11月のことです。使者として派遣されたのは大河ドラマの主役にもなった前田利家ですね。当時の彼は能登一国23万石を領有しており、柴田勝家配下では筆頭格の大物です。また尺的に入らないのでここでは省略していますが、金森長近、不破勝光も一緒に派遣されています。結構気合の入った使節団ですね。それだけ柴田勝家がこの和睦交渉を重要視していたということでしょう。アクシズとの停戦交渉に使者が派遣されたみたいなもんですかね。例えが古い。まあゼータガンダムの話はともかく、この交渉はどうなったんですか。秀吉はこれを快諾。使者に北三名を丁重にもてなしました。丁重にね。でも丁重にもてなしたのはともかく、この状況で和睦っていうのはまずいんじゃないですか。先ほどご説明ありましたが、この時点で11月12月に入ると日本海側では大雪になって軍隊の移動が困難になります。そうなると柴田勝家と織田信孝、滝川一益との連携が断たれて、柴田側は括弧撃破される可能性が高くなります。逆に言えばこの冬の間は秀吉側にとっては絶好の好機ということになるはずです。だからそれを恐れた柴田勝家がこのタイミングで和睦を申し込んできたんじゃないんですか。それで翌年の春になったら和睦発して一気に攻めてくるとかそういうことじゃないんですか。まあ普通に考えたらそうなるでしょうね。特に前回ご説明した長浜は勝家の本拠地である加賀からすると豪雪地帯の向こう側にあります。もし冬の間に秀吉と戦争になったら、この長浜は簡単に攻め落とされるでしょう。まあバレバレの時間稼ぎです。ですよね。
じゃあなんで、ここで秀吉は和睦を受け入れたんですか？それについてはこの後説明しますが、ちょうどいい時間帯ですのでここで広告入れつつシンキングタイムとしましょう。秀吉はなぜここで柴田勝家からの和睦提案を受け入れたのか、皆さんもここで考えてみましょう。ではここで一旦広告です。ということで、1582年の11月、羽柴秀吉は一見不利というかちょっと考えると明らかに不利な和睦を受け入れました。それはなぜか。理由は簡単、最初から和睦を守るつもりがなかったからです。和睦が成立した翌月の1582年12月、羽柴秀吉はこの和睦を破棄、長浜を攻撃して降伏させます。ひでえ。まあ最初からこのつもりだったんでしょうね。ああなるほど。だから和睦の提案を受けたんですね。っていうか清洲会議で長浜を渡したのも最初からここで取り返すつもりだったからですかね。そう考えるのが自然でしょう。冬になれば取り返せることが分かっているわけですから、清洲会議で長浜を渡しても全く問題ないわけです。むしろここでは僕を受け入れれば柴田勝家は油断してくれますから、ありがたい話だったことでしょう。ほんとこういう強くて悪い奴の考えることってのは。あと実はこの時の交渉で秀吉は大きな仕掛けをしていますが、それはまた後でご説明します。そして当然ながら柴田勝家は雪で動けず、長浜を落とした秀吉はそのまま岐阜に向かい織田信孝を攻撃します。柴田勝家の支援を受けられない織田信孝にこれに対応する手段はなく、織田秀信を秀吉に明け渡して母親や家族も人質として秀吉に差し出しています。事実上の降伏ですね。そうですね、仕様によってはそう明記しているものもあります。しかしさすがの秀吉も信長の息子には手が出せなかったようで、信孝を殺したり追放したりはせず、そのまま岐阜城主として残しました。このあたりは信孝が変に抵抗せず、すぐに降伏したのも良かったのかもしれません。激戦とか長期の籠城戦の末とかならともかく、無抵抗で降伏してきた主君筋の人間を処断してしまうと評判を落とす可能性がありますからね。いやさすがにそれはあかんやろみたいな感じですね。そういった印象を周りに与えてしまうと、周りの中立勢力が敵に回る可能性があります。まあ単純に大軍率いて攻めてきた秀吉にビビっただけかもしれませんが、いずれにしても、この時信孝が滅ぼされることはありませんでした。そしてギリギリ生き残った織田信孝は、その後も柴田勝家側の勢力として最後まで戦い続けます。アホか、春になったら柴田勝家と連携して挟み撃ちにしたるからな。ぐらいのことは考えていたかもしれませんね。それを狙っての早期降伏であればこれはなかなかいい判断です。しかしそれはもう少し先の話、秀吉はこれに続いて伊勢の滝川一益を攻撃します。滝川軍の兵力については明確な情報を見つけられなかったのですが、関東でボロ負けした後の話ですから大した数ではなかったでしょう。しかしそこはさすがに元方面軍団長、市場の多くは失いましたが、本拠地の桑名や長島城を中心に秀吉軍の攻撃によく抵抗し、戦いは長期戦に入ります。ここはさすがですね。やはり織田信孝とは一味も二味も違います。ほんとそれ。そして秀吉の大軍が伊勢に引き付けられている間に時間は過ぎて冬が終わります。そして冬が終わるということは、北陸の雪が溶けて柴田勝家が機内に進軍できるということです。これは滝川一益が良い仕事しましたね。ほんとそれ。ということで、ここからは我々柴田軍のターンだ。伊勢の滝川一益、そして岐阜の信孝様の三方から逆賊の猿野郎を包囲したる。これが本当の三方面作戦だ。我が軍は数では劣ってるが、この地のりは大きく、また長年上杉と戦ってきた柴田軍の連動は羽柴軍よりもはるかに高い。この戦術的な優位があれば数が多いだけの敵軍に勝つことは十分に可能だ。ということでここで柴田軍が通りますよっと。ということでその翌月の5月、ついに柴田勝家が動き出しました。これは秀吉軍大ピンチですね。伊勢の滝川軍を攻撃している最中に背後をつかれた形になります。これ柴田軍が一気に南下してきたら大変なことになるんじゃないですか。確かにこの状況ではそういう展開を予測しがちですが、いかし実際にはそうなりませんでした。柴田勝家は長浜の北にある柳瀬に布陣し、そこから南下する様子はありませんでした。ああそうなんですか。このままノンストップで伊勢まで直行すれば良さそうなもんですけど。まあそこはそんな簡単なことではないかと。北陸からの出口である長浜は秀吉に奪回されていますし、その先にも安土城などの拠点は複数あります。それらを一気に抜いて伊勢まで行ける可能性は低いでしょうし。それに何より、秀吉軍は大軍です。これもいつものことながら昔のことなので数に上下がありますが、この後賤ヶ岳で起こる戦闘における兵力は柴田軍3万、秀吉軍は5万から7万と言われています。これは賤ヶ岳のみの兵力で、秀吉はこれ以外に岐阜と伊勢にも相当数の兵力を差し向けていたはずです。各方面を全部合わせた総兵力についてはわかりませんが、秀吉軍の方がかなり多くの兵員を保有していたのは間違いないわずです。そのあたりを総合すると、背後を取った、というだけで勝てるようなものでもなかったはずです。なので柴田勝家は力攻めを行わず、持久戦を選んだということではないかと。まあそれはそうですね。それには笠庭には長秀がいますし、越後方面には上杉もいる。調子に乗って南に突っ込めば彼らに襲われる可能性もあります。そういうことです。現状柴田サイドが秀吉サイドを包囲していますが、しかしその包囲の輪の中に自分が飛び込めば包囲は解除されてしまいます。
そうなれば数に勝る秀吉軍が有利になるのは当然のこと。なので柴田勝家は攻勢を捨てて包囲の状態を維持したのではないかと。別の言い方をすると、攻勢に出て秀吉を撃破する、という戦術的勝利ではなく、包囲の状況を継続する、という戦略的優勢を選択したとも言えると思います。個人の感想です。まあ、うぷ主の考察はともかく、柴田勝家なんかの知らせを受けた羽柴秀吉は滝川一正の攻撃を一旦中止、伊勢方面には最低限の兵力を残して自身は長浜方面へ向かいます。ということでここまでの前振りがかなり長くなりましたが、これによって柴田勝家と羽柴秀吉の直接対決が実現し、後にこの戦いが、賤ヶ岳の戦い、と呼ばれることになります。ということで、ここからはこの賤ヶ岳での戦闘について、戦術マップを使って説明していきたいと思います。その前にここで一旦広告です。ということで、ここから戦術マップに切り替えてご説明をしていきますが、その前に戦場となった賤ヶ岳の場所についてご説明しておきます。これは見ての通り、長浜のすぐ北です。そしてこの地図ではわかりませんが、ただ北にあるというだけではなく、加賀や能登などの北陸地方と畿内を結ぶ重要な街道がすぐ近くを通っています。そしてここは長浜のすぐ北です。そしてこれも前回ご説明していますが、この長浜は畿内と東国を結ぶ関ヶ原のすぐ近くです。こうやって見ると長浜っていうのは戦略的にものすごく重要ですね。南北と東西を結ぶ街道両方に隣接しているわけですからね。JR の駅でいうと新宿みたいなものです。この戦いに先立って争奪戦になったのも当然のことだと思います。柴田勝家がここを確保できていれば、ここを拠点にして岐阜の織田信勝、伊勢の滝川一正と連携できますし、逆に言えば、ここを秀吉軍に抑えられたらそれだけで連携は不可能になります。つまり、この時の柴田勝家は織田信孝と滝川一正を直接支援することが不可能だったわけです。かといって長浜を直接取りに行っても、秀吉が戻ってきて戦闘になる。単純な戦闘であれば数に勝る秀吉軍が有利ですからこれも難しい。これはなかなかに難しい局面ですね。そんな中でこの賤ヶ岳を戦場に選んだのは柴田軍の方です。どこを選んでもいいのになぜ柴田勝家はここを戦場に選んだのか。もちろん一つには先ほどご説明した通り長浜に近いからですが、もう一つはこの賤ヶ岳の地形にあると、ここのうぷ主は考えています。ということでここで賤ヶ岳の戦術マップです。ということで、これが今回の主戦場となった賤ヶ岳周辺です。先ほどご説明した通り長浜のすぐ北で、真ん中を北国街道が通っています。そしてその左右は山地が多いんですが、それだけではなく平地も程よく存在するという、非常に戦いの場所になりやすい特性を備えています。っていうかこの辺りの特性は関ヶ原とよく似てるんですよね。ほんとそれ。関ヶ原の時は東西の戦いの場になりましたが、ここ賤ヶ岳は南北の戦いの場として選ばれました。そういえばこれ前回動画のコメントにもありましたが、この賤ヶ岳の戦いは織田家の二大勢力による内紛、そして関ヶ原の戦いは豊臣家の二大勢力による内紛ってことで、この二つの戦いはいろいろと似てるんですよね。まさに歴史は繰り返すということでしょうが、それはともかく、この北側に柴田軍が着陣します。ウィキによるとこれが1583年の5月3日です。このキャスティング。柴田軍の佐久間守正はこの戦いの超重要人物だからね、しょうがないね。この柴田軍のメンバーのうち、柴田勝家と前田利家についてはご紹介済みですので、残りの二人についてご説明しますが、まずはある意味この戦役での主役とも言える佐久間守正から。彼は柴田勝家の甥でまだ若いですが長年彼に従って北陸を転戦し、その中で多くの功績を挙げ、この頃は叔父勝家の補佐役とも言える立場にいたそうです。実質的な柴田家の後継者という説もあるみたいですね。本当は別の甥の柴田勝豊が後継者だったんですが、柴田勝家との関係が悪くなっていたとかで。まあそのあたりは本編と外れますので詳しくは説明しませんが、何にせよ、柴田家では将来を嘱望されていた人物ということです。そして当然それ相応に有能です。まあフラン様が演じているぐらいですからね。ある意味心配ではありますけど。そしてもう一人が柴田勝正。名字が違っているのでややこしいですが、彼は佐久間守正の実弟です。まあそれぐらいですね。今回もまだまだ続きますので彼の話はこれぐらいにして次行きましょう。ではここからは羽柴軍の陣立てについて。これも柴田軍と同様、北国街道両脇の山を要塞化して持久戦の構えです。羽柴軍の顔ぶれは山崎の戦いでも重要な役割を果たした羽柴秀長が総司令官。その他、山崎の戦いでも活躍した高山右近と中川清秀。そして主君を何度も変えることに定評があるが、羽柴秀長には最後まで仕えた藤堂高虎、最前線の砦には前回の清洲会議で織田家当主秀信の教育係になった堀秀政。あとはこの戦い以外でほとんど活躍がないのでどういう人かよくわからなかった木下和元と木村隼人。という布陣です。あれ、秀吉さんはいないんですか？最初はいたんですが着陣して1週間ほど後の5月18日に長浜へ戻っています。この辺りはやはり伊勢の滝川一正と美濃の織田信孝への備えというか警戒のためでしょうね。羽
場軍は戦略的に包囲されていますから、どうしても兵を分散せざるを得ません。伊勢の滝川一益はすでに包囲を継続中ですからいいとして、美濃の織田信孝に関しては一旦降伏させたもののまた武装放棄する可能性があります。っていうか実際この後武装放棄します。なので先ほどもご説明した通り、ここ賤ヶ岳にも岐阜にも出られる長浜で待機していたんでしょう。さらに、この分散した敵兵の対応は戦略的判断が必要となる極めて難しいものです。なのでこの判断は秀吉本人が担当したんでしょう。いわゆる機動防御、というやつですね。そう。この機動防御については概念図の方がわかりやすいのでそちらで説明しますが、大体こんな感じですね。こんな感じに自軍が包囲されている場合、この時の秀吉がまさにこの状況ですが、この状態で一方の敵に全兵力を持って攻撃した場合、残りの敵に側面と背面を攻撃される恐れがあります。まあ敵はそのために包囲してるわけですし多少はね。当然ですがこの状況は回避する必要があります。そのために各方面に少数の味方部隊や防御拠点を配置してそこで敵の攻撃を受け止めさせます。これで各方面を一旦膠着させておいて、その後方に主力となる打撃部隊を配置します。そしてどこかの拠点が攻撃された場合、その拠点に打撃部隊を急行させて逆襲する。こうやって敵をかっこ撃破するという戦術ですね。これはシビライゼーションでウプ主も多用しているやつ。そしてこの時の秀吉はこの打撃部隊を担当していたわけです。そして賤ヶ岳はこの前線の一つ、橋秀長はその前線部隊の隊長ということですね。そういうことです。と今説明した内容も踏まえるとこの布陣も理解しやすいかと。ああなるほど。この時の橋場軍は完全に防御に徹していたわけですね。そういうことです。この布陣はこんな感じに山岳を利用した二重の要塞線になっているんですよ。こうやって防御を固めて柴田軍の攻撃を引きつけるのがこの戦線に期待されていたことで、彼らの役割は直接柴田軍を撃破することではありません。柴田軍が攻勢に出た場合、これを引きつけ、後方の秀吉率いる打撃部隊が増援に駆けつける時間を稼ぐのが彼らの役割であり、そして指揮官である橋場秀長はこのことをよく理解していました。これ非常に重要です。これがこの戦線のみならずこの戦役全体を決定づけることになるわけですが、ここからはそのあたりについて、時系列順に詳しくご説明していきましょう。賤ヶ岳の戦い、いよいよ戦闘開始です。ということでこの体制、になったのが1583年の5月18日、途中小競り合いなども挟みつつ両軍睨み合いこのまま2週間ほどが経過します。動きがあったのは翌月の6月6日。ここで去年降伏していた織田信孝が再び挙兵します。ああやはり動き出しましたか。っていうかこれ大丈夫なんですかね。いろいろと信孝さん去年降伏した時にお母さんとかを人質に出してたでしょ。それなのにこんなことしたら人質処刑されちゃうんじゃないですか。まあ普通に考えたらそうですが、しかし織田信孝の母親ということはつまり織田信長の妻ってことになるんですよね。当たり前ですけど、本能寺の変の前であれば土下座しないといけないぐらいの身分な人なわけですよ秀吉からすれば。っていうかこの時だって本当はそうなんですけどね。いくら人質に取っていたとはいえ、そんな人を処刑とか普通はできないでしょ。だから大丈夫やろ的な計算が信孝さんにもあったんじゃないかと思います。まあそうでしょうね。そんなことしたら周りの勢力からの評判も落ちるでしょうし、じゃあ人質は無事だったんですね。処刑されました。秀吉はここで人質に取っていた信孝の母親と娘、つまり信長の妻と孫を貼り付けにして処刑しています。無茶しよんな。これ実際すごいというかとんでもないことだと思うんですけどね。本能寺の変の前であれば絶対に考えられないことです。何度もご説明していますが、この時の秀吉の立場は織田家の家臣です。その織田家の家臣が創業者である織田信長の妻と孫を処刑した。これは織田家に忠誠を尽くそうとしている人間なら絶対にやらない行為、ちょっと違う言い方をすれば、一線を越えた、ということになるでしょう。まあものすごくわかりやすいですよね。あいつ前々からおかしいと思ってたけどここまでやるのか、みたいにここで思った人も多かったんじゃないですかね。普通ならそうなると思うんですが、しかしこの件がきっかけで秀吉の味方が減ったり敵が増えたりはしてないんですよ。これはちょっと考えるとものすごく不思議なんですが、このあたりは秀吉がよほど周囲から信頼されていたのか、それか周りをすでに懐柔していたのか、いずれにしても、秀吉が織田家を滅ぼす、またはのっとっても問題ないという状況が、すでにこの時にできつつあったということです。この状況を作った外交的手腕は本当に並々ならぬものがあると思いますが、しかしそれはあくまで戦略レベルの話。戦略が戦術よりも上位であることは間違いありませんが、しかしだからといって戦術が伴わなければ戦略を実行することができません。視聴者諸君、戦略と戦術の違いは各自ディクショナリーを引くか、ウプ主の過去動画を参照してくれたまえ。ではここで秀吉はどういう戦術を取ったかといえば、織田信孝を攻撃するために長浜を出発して美濃へ進軍を開始しました。さっきの概念図で言えばこうですね。そうです。ここで織田信孝を撃破できれば、包囲の一角が崩れます。こうやって現れた敵をかっこ撃破するのが機動防御の基本です。ということでこのため秀吉が長浜から離れてしまったわけですが、当然ですがこれを黙って見ている柴田軍ではありません。秀吉が長浜に向かったのを察知した柴田軍はこれを好機と判断し賤ヶ岳の橋場軍を攻撃します。これが3日後の6月9日。そしてこの時にこの一帯で行われたのが、賤ヶ岳の戦い、です。
この戦いはこの日西暦1583年の6月9日から2日間続く激戦となりましたが、ここから先は1時間単位で戦況が大きく動きますので特に詳しくご説明していきます。なおこの辺りの時系列及び布陣図については、いつもお世話になっている図解雑学名称に学ぶ世界の戦術を参照しています。ほんといつもお世話になっています。ということで戦闘が始まったのはこの6月9日、旧暦だと4月19日の夜です。攻撃が夜に行われたってことは夜襲、つまり奇襲攻撃ですね。その通り。この辺りはさすがに戦い慣れた柴田軍というところでしょうか。奇襲とは言いましたがこの攻撃は柴田軍全軍を挙げた大規模なもので、またこの二重の防御線のうち橋場秀長のいる本陣に近い方を重点的に攻撃するという、非常に奇抜なものでした。まさに全面攻撃ですね。この時柴田軍の主力は画面下部の佐久間盛政軍。彼は橋場軍後方の中川清秀の砦を5000人で強襲し、これを落とします。これ割と当たり前のように説明されることが多いんですけど、よくよく考えるとものすごいことなんですよね。その通り。これはこの布陣図を見てもわかる通り、橋場軍の防衛ラインの奥側を吸収するものです。よりわかりやすくするために情報量を減らした図で説明するとこうなります。こんな感じに手前の防衛ラインをすり抜けてその奥を吸収してますからね。これ先ほどもご説明しましたが夜間に進軍をしてます。奇襲ですから照明は使えません。闇夜に提灯状態ですからね。つまり彼らはこんな山道を明かりもつけずに行軍したわけです。そしてその上で厳重に防御を固めた砦を落としています。山岳地帯に作られた防御陣地を落とすっていうのもものすごく難しいはずなんですけどね。一つは夜の山道を橋場軍に気づかれずに行軍したこと。二つには地形を利用した防御陣地を落としたこと。佐久間盛政はこの二つを、それも橋場軍相手にやってのけたわけです。まあ橋場軍もいきなりこっちに攻めてくるとは思っていなかったんでしょうね。普通なら手前の方の防御陣地を攻撃します。そういった戦術的な判断も含めて、この奇襲攻撃を成功させた佐久間盛政は有能と言っていいでしょう。この辺りはさすがに柴田家のナンバー2といったところでしょう。もちろん、この攻撃を支援すべく、柴田軍は全軍攻勢に出ています。柴田勝家と前田利家も前進して手前の防衛ラインを攻撃。また柴田勝政は静ヶ岳の東道高虎を攻撃します。ということで柴田軍の奇襲攻撃は大成功。橋場軍の将官の一人を討ち取るという戦果を挙げました。よしよくやったぞ盛政。これで今回の戦術目標は達成だ。撤退するぞ。という感じにここで柴田勝家が撤退を命令したっていう話は結構有名ですね。これも実に的確な判断だと思います。柴田軍としてはここで橋場軍を全滅させる必要はないんです。いやもちろんそれが可能なら実行すべきですが、それはさすがに現実的ではありません。中川清秀は奇襲攻撃で討ち取ることができましたが、しかし他の陣地も全て山岳地帯を利用して要塞化されています。この時点で当然橋場軍は臨戦態勢に入っていますから、これを攻撃して撃破するのは極めて困難です。そんなリスクを犯さなくても、ここで十分な戦果が上がっていますから、それを確保して引き上げればよかったんです。その時点で、柴田軍が攻撃に成功して橋場軍の召喚を討ち取った、という実績が確定して、そして、この静ヶ岳方面では柴田軍が優勢である、という評価も確定します。これには柴田軍の士気を大きく上げ、逆に橋場軍の士気を下げる効果があります。またこの戦いを周りで見ている上杉や毛利の動向にも相応の影響を与えるでしょう。直接参加こそしていませんが、彼らはこの戦いの動向を注視しています。柴田軍が優勢、という評価が確定すれば、勝ち馬に乗ろうとして味方になる勢力が出てくる可能性も考えられます。この頃の秀吉と勝家の実力は拮抗していますから、その程度の差でも決して馬鹿にはできないんですよ。優勢を示すことができれば、それは外交上非常に重要な材料になり得ます。この戦術的勝利にはそういった戦略レベルの影響も期待できるということですね。それに戦術の話をするなら、砦の一つは落としたものの、佐久間盛政は橋場軍の防衛ラインの奥深くに突出してしまっています。これで橋場秀長の本陣が5つ目に出てくれば包囲される危険もあります。そのあたりを総合すれば、ここで撤退するという判断は至極真っ当でしょう。ということだ。もう十分だから引き上げろ。ちょっと勝ったからってこんな敵の真ん中でチンタラやってたら包囲されるぞ。それに秀吉の猿野郎だってバカじゃない。ここで戦闘が始まったことを聞きつけたら必ず引き返してくるだろう。まあ奴らは2日も前に美濃に向かってるから戻ってくるのにも2日。どんなに頑張っても1日はかかるだろうけどな。とはいえ兵力の絶対数は奴らの方が多いんだ。時間がかかれば敵軍が集まってきてお前は包囲されるぞ。もう十分な戦果は上がってるんだからそれ以上欲張らずに帰ってこい。それで秀吉の猿野郎が帰ってきたら思いっきり煽ってやればいいんだよ。ねえねえどんな気持ち。召喚討ち取られたって聞いて慌てて帰ってきたら敵軍はもう撤退して防御固めてました。美濃からのフルマラソンが全部無駄になったってどんな気持ち。ねえねえどんな気持ち。って煽ってやんだよ。だから撤退しろ盛政。という感じにここで柴田勝家が佐久間盛政に撤退を指示しています。いや絶対そんな感じじゃなかったでしょ。おい、何やってんだよ早く撤退しろ。ってお前まさか。ぎゅっとして。おいそれはやめとけ。あ、ぎゅっとして。いやだからそれやめろっつってんだろすぐ引き上げろ。ドカーン。
あ、や、やー。敵よえぇ、何こいつら、全然やる気ないじゃん。中川清秀は死んじゃったし高山右近はビビって逃げちゃったよ。それに静ヶ岳の守備隊も逃げ始めてる。しかも総司令官の橋場秀長は見てるだけで助けに来る様子もない。この砦とあいつの本陣って1キロぐらいしか離れてないのに。近所のスーパーぐらいのところで味方がやられてるのに黙って見てるんだよ。やっぱり機内でぬくぬくやってる連中の実力なんてこんなもんなんだ。こんな雑魚は全部私がキュッとしちゃう。エッキで長の本陣動いてないのか。そりゃいかん。お前それ敵に誘い込まれてるぞ。負けたふりしてお前を引き込もうとしてるんだよ。っていうか実際お前敵陣にどんどん深入りしてるじゃねえか。いいから陣地放置して帰ってこい。この状況で敵の増援が集まってきたらお前は敵中で孤立することになるんだぞ。敵の総大将橋場秀長ってのは決してバカじゃない。あいつで他戦争ほとんど勝ってるんだぞ。それが何の考えもなく味方を見殺しにするわけないだろ。あいつはざと陣地占領させてお前をそこに居座らせる気だ。ってことは絶対それなりの準備もしてるはずだ。今すぐ撤退しないと大変なことになるぞ。だが断る。何？この佐久間守政が最も好きなことの一つは、自分で強いと思ってる奴をキュッとしてドカーンしてやることだ。おら逃げろ賊軍ども、私の射程に入ったら勝ち目はない。殺されるぞ。という感じに佐久間守政は再三にわたる柴田勝家の命令を聞かず攻撃を続行。そのまま静ヶ岳の東道高虎を攻撃し始めます。この頃にはもう夜が明けて朝になっています。このままの勢いで静ヶ岳も落ちるかと思われましたが、ここで橋場軍に増援が駆けつけます。坂本にいた庭長秀です。彼は静ヶ岳での戦闘の知らせを聞くと船を使って急行し、静ヶ岳の橋場軍の御詰めに回ります。これによって静ヶ岳の橋場軍は息を吹き返し、ここで佐久間信盛の攻勢は止まります。あーほら言わんこっちゃない。敵の増援が集まってきちまったじゃねえか。これもたもたしてると秀吉の本隊まで集まってくるぞ。そんなことになったらお前も帰ってこれないぞ。今すぐ撤退しろ。まあ大丈夫でしょ。戦闘始まってからまだ半日も経ってないし、秀吉はまだここで戦闘が始まったことも知らないはずだよ。それに私の部隊は昨日の夜から徹夜で戦い続けてるし、そろそろ休ませないと。確かにそろそろ引き上げた方が良さそうだけど、私たちここで一泊してから帰るから。大丈夫。ちょっと休めばすぐ元気になるから。この戦いが終わったら織田家に謀反する悪い奴もいなくなってきっと戦国の世の中も終わるよ。私も部下も、絶対一緒に生きて帰るんだ。帰ったらいっぱいやろうね。実はこんな時のためにとっておきのお酒を用意してあるんだよ。あ、うん。気をつけてね。という感じの会話があったかどうかは定かではありませんが。いや絶対ないでしょ。佐久間守政は占領した橋場軍の陣地で野営を始めたようです。この6月10日午前から夕方頃に佐久間守政が何をやっていたのか、ウプ主が調べた限りよくわからなかったんですよね。実はこの後にものすごく重要なことが起こりますので、庭長秀が参戦した後の説明はそこまで飛んでいるんですよ、どの資料を見ても。ただこの日の夜、その重要なことが起こるまで佐久間守政がここを動かなかったのは確かです。そしてその半日ほど後にその重要なことは起きました。美濃に向かっていた秀吉率いる橋場軍本隊がここ静ヶ岳に現れました。これが有名な美濃大返しですね。はぁ、あ、いやなんだよそれ、いくらなんでも早すぎるだろう。戦闘始まってまだ1日も経ってないんだぞ。あいつらは2日前に美濃に向かってる。普通に考えたら戻ってくるのにも同じ日数。さらにここで戦闘が始まったっていう情報が伝わるにも半日ぐらいはかかる。その情報だって確認したり精査する時間も必要だ。誤報の可能性だってあるからな。そういうのを総合すれば並なら3日。早くても2日、いやどんなに急いでも1日半ぐらいはかかるはずだ。それが1日もかからずだと。バカな。早すぎる。これが戦闘が始まった翌日の19時頃と言われています。秀吉はこの日の14時頃に美濃の大垣で中川清秀戦士の情報を入手。そこから全力で引き返し、わずか5時間でここ静ヶ岳に戻ってきました。これが有名な、美濃大返しって、これがこの戦いにおける大きな分岐点となります。大垣と静ヶ岳って40キロ以上あるんですが、それは。これ Google マップで距離計測してますけど、実際歩くと大体1割ぐらい多めにかかるんですよね。なので実質は50キロを5時間で移動したことになりますね。つまり時速10キロです。これ走らないと絶対無理ですよね。ちなみにウプ主は先月大阪から三宮まで30キロ歩きましたが、これ20時間かかってます。ウプ主貧弱すぎて草。秀吉軍の3分の1しか速度出てないじゃないですか。武装してるわけじゃないし荷物だって持ってなかったのに。いやこれ無理ですよ。人間の歩行速度って大体時速5キロとは言われてますが、休憩したり食事したりトイレにも行きますからね。そうやって敵に休みながらでないと体にダメージ入るから進軍速度はかえって下がります。つまり、どういうことだってばよ。秀吉はダメージ覚悟で行軍していたんでしょうね。ひえ。でないとこんな無茶な行軍はできません。実際この時には死人も普通に出ていたそうです。なんと。またこれはよく言われていますが、最初から引き返すことを前提に、食事や水分補給ができるポイントを用意しながら美濃に向かっていたんでしょう。
そして静ヶ岳で戦闘が始まったら引き返すことは事前に決定していたし、それを前提で情報収集も行っていた。先ほどもご説明しましたが、秀吉が引き返す決断をした情報は、静ヶ岳で戦闘が発生した、ではなく、中川清秀が戦死して陣地の一つが占領された、です。ああなるほど。静ヶ岳で戦闘が発生した、だけだと単なる小競り合いかもしれません。それで50キロ強行軍して静ヶ岳に戻ったら戦闘終わってました。だとまさに、骨折り損のくたびれ儲け、になります。しかし、中川清秀が戦死して砦が奪われた、なら相当大規模な戦闘ですし、その占領された砦に敵が居座る可能性が非常に高いですからね。敵が攻撃しかけてきたら反転攻勢して逆襲したい。でも反転するのは大変だから小競り合い程度ではなく、相応の敵がそれなりの戦果を上げ、それを確保するために戦場に残る、という状況を見極めてから反転を開始する必要がある。その境界が、敵が砦の一つを占領した、というわけですか。そういうことです。そしてこの判断は秀吉がその情報を獲得した大垣ではなく、秀吉が長浜を発信した時点で行われていたはずで、かつその判断基準は静ヶ岳にいた橋場秀長にも共有されていたはずです。だから秀長はすぐ近くで味方の砦が落とされるのを黙って見ていた。そうして佐久間盛政が戦場に滞在するように仕向けたんでしょう。これには相当な忍耐力が必要ですし、何より秀吉の戦略を理解していないと実行できません。普通なら味方を助けに行くでしょう。そして不利を悟った柴田勢は撤退する。そうなると死人まで出した秀吉の強行軍は全てパーです。というか、それが柴田勝家の狙いでしょう。今回、結果として秀吉軍は最高のタイミングで静ヶ岳に反転してきましたが、一方でこの静ヶ岳への攻撃を開始したのは柴田軍です。ではなぜ柴田軍はこんな秀吉がギリギリ戻ってこれるタイミングで攻撃を仕掛けたのか、それは彼らの狙いが、羽柴軍の陣地、ではなく、美濃に向かった秀吉を反転させること、だったからです。ああなるほど。柴田軍が本気で砦を攻撃するつもりだったら、もっと後で攻撃仕掛けますよね。今回は大垣からだったから戻ってこれましたが、これが岐阜からだったらまず間に合わなかったでしょう。単純に距離が増えますし、それに何より攻城戦の最中にそんな簡単に反転できません。敵前で迂闊に後退すれば、城兵から追撃を受ける可能性がありますからね。そういうことです。だから本来であれば、秀吉が岐阜に着いてから攻撃を開始すべきです。しかしこれはこれで柴田軍としてはリスクがある。岐阜の織田信孝がビビって降伏する可能性がありますからね。ああこれはありえますね。何しろ去年は包囲されただけで降伏してますから。そうなると秀吉包囲網という柴田軍の基本戦略は崩壊する。そして秀吉が満を持して反転してきます。こうなったら柴田軍の勝ち目はほぼなくなります。だから柴田軍は、秀吉が岐阜に到着する直前、かつ、静ヶ岳にギリギリ戻ってこれる程度に秀吉が進んだ、タイミングを選んで攻撃を開始した。そしてその攻撃は成功して秀吉は反転した。あとは攻撃部隊の佐久間盛政が撤退すれば全て成功だったんです。静ヶ岳の初戦において柴田軍は羽柴軍の砦を落とし、その首相を討ち取った。羽柴軍は岐阜攻めを中止して反転したが間に合わず。しかもその際の強行軍で軍に損害も出ている。これは羽柴軍にとって最悪の事態です。そして柴田勝家が狙っていたのはまさにこの状況でしょう。しかしその狙いは秀吉、秀長兄弟に完全に看破されていた。だからそれを防ぐために、羽柴秀長は、味方の砦という餌、を佐久間盛政に投げ続けたんです。そして佐久間盛政はそれにまんまと引っかかった。そして秀吉は現地でそういった状況が作られていることを確信した上で全力で反転した。ここは秀吉、秀長兄弟の連携が実にうまく決まりましたね。秀吉クラスの指揮官が二人いないと実現し得ない戦略戦術です。ほんとそれ。そしてさらにこれに加えて特筆すべきことがもう一つ。それは、情報収集における工夫、です。秀吉は静ヶ岳で、中川清秀が戦死した、という情報を入手してすぐに反転を行っています。これ地味ですが非常に重要です。ああ確かに、普通ならここで確認しますよね、その情報が確かかどうか。極めて重要な判断ですから、複数の情報を元にするのが普通です。しかし秀吉は、そういうことをせずにこの情報を得た時点で即刻反転を行っています。なぜそんなことが可能だったのか、それは彼が得た情報の質が極めて高かったからです。これはうつ主の想像ですが、秀吉は情報を集める人間に対して、柴田勢が落とした砦を占拠しようとしているかどうかをよく見る、ように指示してたんでしょう。ただ砦が落とされました、だけだとその後敵が撤退するかもしれません。しかし、落とした砦を修復していた、とか、隣の砦を攻撃しようとしている、なら、その敵は戦場に居残る可能性が高くなります。こういうところまでしっかり確認するように担当者へ指示を出していたんでしょうね。情報集めの精度というのはこういった、要点、を事前に設定しているかどうかで大きく変わりますからね。漫然とその場で起こっている事実を羅列するのではなく、任務遂行に必要な情報をあらかじめ特定し、それに関連する事実を確実に記録する。そうやって獲得した情報は、精度は高いし獲得した後に分析する必要もないんですよ。だから判断に時間がかからず、情報を獲得してすぐに反転を開始できた。これ下手な人がやると。味方の陣地が落ちた、情報を獲得してから、その陣地に敵が居座るか、の情報を集めますからね。自動的に情報収集をする人はこうなりがちですが、それだと情報収集を2回行わなければなりませんし、情報を集めてから判断することになるので時間がかかります。この、美濃大返しは、そんなやり方で実行できることではなかったはずです。
この、身の大返し、においては単純な行軍速度だけに注意が行きがちですが、しかしこういった、判断の速さと正確さ、も重要でしょう。実際最高のタイミングで秀吉は帰ってきましたからね。そう。そしてここから戦況は大きく動きます。ここからはその部分について詳しくご説明しましょう。賤ヶ岳の戦いに関する一考察、まだまだ続きます。ということでここで秀吉本体が現れたことで形勢は一変、羽柴軍による、文字通りの反転攻勢が始まります。なのですが、さすがの秀吉軍も現地到着後すぐ攻勢に出られたわけではなく、実際攻勢が始まったのは次の日の未明頃とされています。まあさすがに全員が同時に賤ヶ岳に到着したわけではないでしょうからね。武装した状態で50キロを5時間とか、いくらなんでもこんなことができる人間は限られます。というかこの時点で賤ヶ岳に到着できたのはごく一部でしょう。具体的な記録を確認したわけではありませんか。まあそうでしょうね。おそらくは、秀吉はじめ馬に乗ったもの、あるいは本当に足の速い一部のものだったはずで、大半はこの後順次集まってきたはずです。そういう膠着組を待ちつつ、戦場に到着した者には休憩を与える必要もあります。うつ主なんて30キロ歩いただけで2日間ほぼ寝たきりになりましたからね。ほんと昔の人は頑丈だったんやなって。まあそこはともかく、先ほどご説明した通り、翌日未明から秀吉本体が佐久間盛政軍への攻撃を開始します。この後の経過は資料によって若干差があって、佐久間盛政はこれに応戦して一旦秀吉軍の攻撃を食い止めたとするもの、また逆に戦意を喪失し、西にいる柴田勝政の陣に敗走したという説もあります。これについてはどちらが正しいのかうつ主には判然としませんでしたが、いずれにせよこの後秀吉はこの柴田勝政に攻撃目標を切り替えます。これが6月11日の朝です。そしてこれを受けて柴田勝政は割とあっけなく戦死。これで柴田勢の前衛が崩壊しました。ここに至って佐久間盛政も敗走を開始し、味方を頼って期待を着ていきます。なんだかんだで佐久間盛政はまだ生きてたんですね。そうですね。戦術的にはここで柴田勝政が敗れたことが決定打となったと考えられていて、そのためこの戦闘が行われた賤ヶ岳が、この戦役全体の名称として名付けられています。今更ではありますが、佐久間盛政が攻撃していたのは賤ヶ岳じゃないんですね。そうですね。中川清秀が守っていたのが大岩山、高山右近が守っていたのは岩崎山です。まあそこはともかく、これで羽柴勢は柴田軍の前衛部隊を撃破、また柴田勝家の一門を討ち取るという大戦果を挙げ、これで戦術的にも優位を確定します。ああもうめちゃくちゃだよ。だから盛政にはさっさと帰ってこいってあれほど。しかも勝政が戦死したっていうし、これで戦勝点的にもうちの負け格じゃねえか。まあでもこの時点ではまだ前衛が壊滅しただけだ。私の本体と前田利家の部隊で防衛戦を組み直せば、そこで敗残部隊を収容しつつまた膠着状態に持っていけるはずだ。と柴田勝家が考えていたかどうかは定かではありませんが、これに続いて秀吉本体は敗走する佐久間盛政を追撃して北上、またここまで全く動かなかった羽柴秀長の部隊も猛然と北上を開始します。これが6月11日の午前10時頃ですね。ここへ来て羽柴兄弟による攻撃とは、なかなか胸熱展開ですね。当然ですが、堀秀政など各砦を守っていた羽柴勢もこの追撃に加わり、ここへ来て羽柴勢の総攻撃が展開される局面となりました。あっという間に全軍崩壊状態になってしまった。こうなったらある程度の損害はやむを得ん。前田利家の砦をしんがりにしてきたの将まで引き上げるしかないな。おい、なんか前田利家透けてねえか。これどうなってんの。あいつどんどん透けてくぞ。はあ、あいつまさか。ということで、これは有名な話なのでご存知の方も多いでしょうが、ここで前田利家が突然に戦線を離脱します。まあ端的に言えば敵前逃亡したということですね。これは柴田軍痛恨のエラー。っていうかこれ動画前半で予告のあったやつですね。そう。前年に講和の使者として派遣された時に秀吉に懐柔されていたんでしょうね。そうでもなければここで柴田軍の重鎮が裏切るとかはありえません。なおこういうムーブって、漫画とかでは雑魚とか悪役がやるものですが、前田利家はそういった連中とは真逆の人物として周囲から評価されており、実際この後秀吉政権の御大老に任命されたり豊臣秀頼の教育係も務めてます。つまり、どういうことだってばよ。裏切りではない。これは規約だ。おそうだな。しかしそう考えると、この戦いにおける秀吉の戦略と外交的工夫はほんとすごいですね。ほんとそれ、講和を受けるふりして柴田勝家を油断させてそれを全力で発揮したのは先ほどご説明しましたが、それだけでなく使者として派遣されてきた前田利家まで協約するとか、敵の外交的攻撃に対して完璧なカウンターを決めています。これは宮田一郎を忍ぶ資質の持ち主。ということでここでも秀吉の戦略的工夫が炸裂し、これで柴田勢は完全崩壊。柴田勝家本体も戦場を離脱して賤ヶ岳の戦いは終了。羽柴軍の完全勝利です。これが西暦1283年の6月11日14時頃と言われています。なお、佐久間盛政はこの後羽柴軍に捕らえられて処刑されます。一説によると、彼の武勇を評価した秀吉から投降を勧められましたが、本人がこれを拒否したためやむを得ず処刑されたとも言われています。
とまれここで柴田勢は大損害を出して敗走。ここ静ヶ岳での戦闘はこれで終了なので、ここからは戦略マップに切り替えます。ということで、羽柴秀吉はこのまま柴田勝家を追撃、彼の本拠地である北の庄まで一気に追い詰めます。柴田勝家は北の庄城で籠城しましたが、この時集まった兵はわずか3000人程度だったそうです。まあ静ヶ岳で完全敗北してますし、前田利家が裏切ったのも痛すぎますね。秀吉は城を包囲した上で北の庄城への攻撃を開始。柴田勢は最後まで抵抗しましたが、前線虚しく翌日には抵抗を諦め、柴田勝家はここで自決します。これが静ヶ岳での戦いの3日後の6月14日です。こうして羽柴秀吉は最大の敵である柴田勝家を滅ぼしましたが、しかし当然これで終わりではなく、秀吉はそのまま岐阜に向かい織田信孝を攻撃。織田信勝と一緒に岐阜城を攻撃して織田信孝を再度降伏させます。あんまり優れた弟ならそんな位置ね。いや、あなたほとんど何もしてないでしょ。とはいうものの、ここで織田信勝を攻撃に参加させてるのが地味にうまいんですよね。なんだかんだで織田信孝は秀吉の主君筋の人間です。それを直接しばくのはやはり色々と問題があるわけですので、ここはその兄である織田信勝メインみたいな空気を出しておくことで、評判の低下を防ぐ思惑もあったのではないかと。そしてその後、信孝は信勝によって自決させられます。信孝、俺らの追いつけるよ。くっしょー。これが約1週間後の6月21日。先ほど信勝の命令とは言いましたが、まあどう考えても秀吉の意向でしょうね、これは。まあ逆に秀吉の意向に逆らってこんなことはできないでしょうからね。しかしここで信勝の名前を使ったのは非常にうまいやり方です。ほんとこういう配慮っていうのは大事なんやなって。これで3点あった秀吉包囲網のうちに点が消滅。秀吉は最後に残った滝川一益も続けて攻撃します。滝川一益も当然全力で抵抗しますが、すでに味方は全滅。そして全兵力をここに差し向けた秀吉の攻撃には格子がたく、一月ほど後の1583年7月に降伏します。くっしょー。彼に関しては勝家のように自害するわけでもなく、また信孝のように自決させられるでもなく、理由はよくわかりませんが、命は助けられて京都の妙心寺で啓発、庭長秀を頼り越前で撤去となりました。ほぼ監察処分みたいなもんですかね。そのあたりはよくわかりませんが、しかし当然領地については全て没収されていこう。彼は歴史の表舞台から消えます。一応この後は秀吉敗下で戦争にも参加するんですけどね。しかしこの戦いで人生落ち目になったせいか、そこでもまた負けてこの3年ほど後に亡くなります。ということで、静ヶ岳の戦いから2ヶ月も経たないうちに、織田家における反秀吉派は完全敗北し、その所領のほとんどは秀吉派が占有することとなりました。これによって織田家、というか日本国内における羽柴秀吉の立場は確固たるものになりました。もう武田を滅ぼす前の織田家と同じぐらいの勢力になってますからね。これは前回動画の冒頭でもご説明した通り、山崎の戦いで明智光秀を討ったことで羽柴秀吉の天下取りが決まった的なイメージがありますが、しかし今回ご説明した通り、そういう立場に秀吉が登ったのはこの静ヶ岳の戦いの後です。そういう意味ではこの戦いの歴史的意義はものすごく大きいんですよね。ほんとそれ。ということで今回も長くなりましたが、静ヶ岳の戦いについてのご説明は以上です。前回と合わせて1時間以上の動画になりましたが、最後までお付き合いありがとうございました。最後にこの戦いの総括も含めて、その後の歴史的事実について簡単にご説明しておきましょう。静ヶ岳の戦いに関する1考察、まだまだ続きます。ということで、この後の歴史的事実を簡単にご説明しておくと、まずは先ほどご説明した通り、静ヶ岳の戦いが終わり、秀吉が最大勢力の地位を確定したのが1583年の6月。そしてこの年のうちに、後に東洋一の要塞となる大阪城の築城に着手します。そして翌年1584年の11月には権大納言となり供養となります。秀吉は征夷大将軍、つまり武家の統領ではなくて朝廷の人間として統治を行ったんですね。そうですね。実はこの時に朝廷から将軍任官を勧められましたが、断っているそうです。そしてそのさらに翌年の1587年には関白となり、そのさらに翌年の1586年には天皇から豊臣の姓を賜り、太政大臣に就任。一般にはこれをもって豊臣政権の発足とされています。この時点で天下統一は言い過ぎでしょうが、しかし室町幕府を開いた足利尊氏ぐらいにはもうなっていたんですね。本当の意味で、天下統一、となるのは欧州を平定する1590年ですが、もうこの頃の戦いでは実力差がありすぎて、ほぼ消化試合状態です。昔の動画で説明した、摂津川の戦い、で先遣隊が壊滅したことはありましたが、しかしそんなのは豊臣軍全体からすればほんの一部が負けただけで、それで豊臣政権が揺らぐようなことはありませんでした。っていうか実際その後に本気で攻めたら余裕で勝てましたし、その他今回で敵多キーの雑賀衆とか長祖壁とかもほぼワンパンで芝いてます。毛利と上杉については外交で従属させてますし、小田原城にこもった北条も圧倒的な大兵力と兵站能力で降伏させてます。なのでここではそういった戦いについては説明していないんですが、しかし、ここで一つだけ秀吉が勝てなかった戦いがあります。それが意味深に空いている丸に止まる4の間ですね。そういうことです。ま
はこの動画をご覧になっている方であれば大方察しはついていると思いますが、それが賤ヶ岳の戦いの翌年行われた、小牧、長久手の戦い、です。この戦いもなかなか面白いんですよね。というかここのうぷ主、戦国時代ものではこれを最初に動画化するつもりだったんですよね。戦術勝利、戦略敗北、の例としてね。そうですね。これはいろいろと興味深く、また再生数も見込めそうな両案件です。ということで、次回、小牧、長久手の戦い。戦国時代ものって情報量が多い分取材が大変なもので、次回投稿は1ヶ月後とかになるかもしれません。また時事系で面白いネタがあればそちらを取り上げることもあるので、ご興味ある方はチャンネル登録して通知機能を設定すれば見逃さずご覧になれますよ。あと、第2チャンネルの損失解説も久々に投稿しないと。なかなかやること多くて大変ですが、動画のネタに困らなくて結構なことです。それでは。